き一丁いただきよ、リサです。なんか可愛らしく聞こえてきたよね。いいね、本当に。そう、こっちまで明るくなるもん。よかったです。今日は、皆さんもおなじみ、もうね、見た方わかると思います。ピストンマシンです。はい、ね、初めて見るらしいんですよ。初めて使うらしいんですよ、リサちゃん。私は初めてっていうのがもう本当大好物で、もうね、初体験、もう今日も奪っちゃいたいと思います、リサちゃんのね。はい。で、今回はちょっと角度を変えたいと思います。このピストンマシンね、結構角度いろいろ変えられるんですよ。そう、こういう風に立たせたりとかさ、これすごいよね、本当に。ね、なんかいろいろねできるんで、こういうのとかも。これはありえないけど。で、今回はちょっと上にね、もうちょっと傾けさせて、これをね。そう。で、今回立ったまま立ちオナってやつね、立ちオナをしてもらおうかなって思います。いつも座ったままの感じでさ、してることが多いから、そう、今回立ちオナかけるピストンマシーンってことで。ほんと早いんですよ、ミムは。一番最初の段階でこれはいいよね、まだね、優しい。でもだんだんレベル上げていくとこんなにやばいんですよ、これもう超やばい。もうこれもうやばいよね、これね。もうブランブランしてるもんさ、入っても。まあこれで、今からリサちゃんと対決していきたいと思います。はい、どれぐらいできるかな、どれぐらいできると思う、今見た感じ、レベルどれぐらい、1から11段階まであって、でも半分以上は行きたい。お、半分以上いただきました。では半分以上やってもらいたいと思います。はい、覚悟しや。はい。最初どっちからやる、レモン。私から。はい、わかりました。じゃ今回は私からだそうです。はい、ね、前は私からって言ってたのね。ね、わかりました。じゃあ私からやりたいと思います。じゃあ脱ぎます。あ、はい、はい、じゃあちょっとね、立ちオナだから、はい、操作、このリモコンの操作が、はい、リサちゃんやってもらっていい？あ、はい、やり合いましょう。あ、はい、いい？はい、はい、オッケー。じゃあちょっと、脱ぎます。脱ぎます。はい、はい、ということで今回はリサちゃんと最初で最後のピストンマシン対決をさせていただきました。で、今回はね、前編後編に分けて投稿しているんですが、いつもはさ、M 字開脚でさ、こう座ったままガーってやるから、まだ耐えられたんですよ。だけど、まあ、新境地を開拓しようっていうことで、立ったままやろうっていう設定でやったらね、ここにピストンマシンあるとするじゃないですか。で、立ったままやるからさ、もうね、ベッドの上でやるし、足腰がもうガクガク言っちゃって痙攣させながら悶絶状態でした、ユの場合は。うん、で正面からとバックからをやったんですけど、もうやばかったです。うん、過去一やばかったです。でリサちゃんは初めての体験なんですね、今回ピストンマシンで。なんかね、最初なのに、初体験なのにスピードマックスまでやるんですよ。まあそこがね、あの FC2 で配信してた勢いもあるのかな。まあ本当にすごくて。でもね、その後なんですけど、リサちゃんにある異変が起きたんですよ。ユウもね、びっくりしちゃって、初めての経験だったから、みたいな、失神しちゃったんですよ、リサちゃん。まあ、その映像もね、ちゃんと残してあるので、ぜひ今夜のおかずに見てみてください。本編は概要欄に動画載せてるサイトのリンクを貼り付けてるので、そこからチェックして見てみてください。はい、ということで今日はこれで終わります。バイバーイ。